皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。会社員で副業をやるにあたって気をつけるべき点ということで、顔出し実名は十分な注意を払って、何だったら別に会社員のうちは別に顔出し実名無理にしなくてもいいんじゃないかということです。例えばもちろん副業禁止だったらね、もうそれ何が何でも顔出ししない方がいいですし、まあ、実名も出さない方がいいんでしょうけれども、いや、うちの会社は副業 OK だからって言って顔出ししたり実名を出したりすると、それによって何かこう妬みを持つ人とか、例えば取引先の人とか同僚とかが、妬んで、ね、それを攻撃してきたりする可能性があるので、仮に副業が OK な会社でも、反感とか妬みを買う可能性があるんですね。まあ、要は嫉妬ですよね。副業ができない、ダメな社員が、副業をやってる社員に対して、嫉妬して、ね、嫌がらせをするっていう、そういう可能性が会社員の場合は特にあるので、顔出し実名はね、慎重にした方がいいんじゃないかなというふうに思います。もうすぐに、もう会社辞めて独立起業するんだってことだったら顔出し実名して、ね、同僚から攻撃されようが、何されようが構わないと思うんですけど、いや、しばらくは会社にいたいんだ。でも会社にいながら副業をやりたいんだっていう場合は、もちろん顔出ししたり実名を出した方が、まあ、信頼性はありますし、ね、あとの、後々独立した時に、自分のブランド力にもなりますけれども、しばらく会社にいるんだと、独立したいわけじゃないんだと、副業としてずっとやっていきたいんだっていう方は、無理に、顔出しせず、実名を出さずに、やっていただいてもいいんじゃないかなと思います。私自身も会社員をしながら副業を12年間やってまして、独立するまでは、顔出しもせず、実名も出さずにやってきました。やっぱりね、副業 OK だったんですよ。で、会社にも報告してましたけど、やっぱり何かあった時に、やっぱり、会社員っていうリスクがあって、そこを辞めさせられてやっぱ怖いので、会社員しながら副業をするんだったら、顔出し、実名出しは、慎重にされた方がいいんじゃないかというふうに思います。